どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの256ではやっていきましょう。ちょっとあれですね、俯瞰になったんかな。頭が下向いてるんでね、俯瞰の定義がだいぶわかりづらいですけど、背中を描くっていうのがなかなか初めてなもんでね。よいしょ、耳の位置がここなんか。そう、真面目に絵の話してますけど、タイトルの赤文字の方をね、ちょっとストーリー性を実は持たしてるんですよ。前回、違う、前々回。前々回に、今にも飛び立ちそうなみたいな女性やったんですけど、で、前回が飛んでいった女性を愛おしむ男性やったんですよ。で、今回は、愛おしんだ結果帰ってこないと気づいた時のポーズです。たまたまね、なんか、いつもこう次のポーズは見ないようにしてるんですよ。引っ張られるんで、絵自体が引っ張られるんで見ないようにはしてるんですけど、たまたま今回そういう風に見た時に、あみたいな感じで繋がったんで、そんな感じですね。まあ言うてだいぶトレースの方が進んでますね。できるだけね、筆を大きく動かすように、大きいところは、小さいところはね、こういった小さいところは小さく動かす必要性があることもあるんですけどね。僧帽筋がひどいな、この人。よいしょ。こんな感じでしょうか。うん。手がかけてなかった。よいしょ。どうだ。まあいいかな。この頭の感じ、背中の感じとかをうまいこと出せたらいいなと思いつつ、とりあえず5分。違う。とりあえず5分測っていきます。5分経ちましたね。ちょっと今回時間足りなかったですね。だいぶ肩と腕で瞑想してしまったのが理由かなと自分では思ってるんですけど、瞑想した結果どうだったのか見ていきましょう。ほい。うん。では、まず合わせたところですね。ここです。おおむね合っていることにびっくりですね。LINE? なんか LINE が鳴ったぞ。また LINE が鳴ったぞ。ここもおおむね合うてます。ちょっとね、ここの高さが違うのが気になって、なおかつ、こことここなんで、出てるところがこっちがこんだけ、こっち側がこんだけなんですよ。ちょっと出すぎかなっていう感。前みたいに 90% とかに近づけたらいけるのかもしれないです。で、ここね。ちょっと大げさに書きすぎましたね。書くんであれば多分これぐらいでしょうね。で、ここの広がりが結構痛い。結局ね、ここで迷ったんで、
本来ならこう行く、違う、こうか、こう行くべきのところをだいぶ伸ばして描いたんでね、そうすると角度も変わってくると、ここが起点になるんでね、そこがちょっともったいなかったかなっていう感じがします。足、こっちの足はおおむねね簡単なんで引けるんですけど、ここもスタート位置がちょっと間違ったかな。でもまあ形は若干大きい感はあるんですけれども、覆ってるのかなと思います。ちょっとね、あの肘のところで時間がかかってしまったのがうんっていうところではあるんですけれども、引き続きこのポーズなんで明日も頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さようなら。